義母先生2。義母先生をご覧の皆さん、はいさい。さあ、今週は春巡流り、エイサーのね、沖縄の夏の風物詩、旧盆のね、エイサーの定番曲、春巡流りをお届け、そして解説していきたいと思います。動画も出しました。ぜひ聴いてくださいね、動画もね。チェックお願いします。この曲はですね、もうエイサーの、もう本当にこう最初の曲とか、必ず出てきて、もう行っていいというぐらい定番の曲になります。エイサー節もね、練習したい人多いと思います。この曲ね、やっぱりエイサーの地方とかをするときに必ず、もうね、歌うと言ってもいいぐらいの曲でございます。春巡流り、これのまあポイントをいくつか紹介しましょう。タン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 タラタンタン、まあ、このねテンポ感は青年会とか団体によってその速くなったり遅くなったりもすると思いますけども、エイサーの地方で一番ポイントとなるのはやっぱりその太鼓の音に合わせるということですね。そのダンタカダンタカダンタカダン、その太鼓の人たちのこの足を見たりして、そのテンポ感を意識しながら演奏していきましょう。でまずはね、曲の練習、という方も多いと思いますが、歌を歌う時のポイントも紹介します。この曲の一番のポイントは、ちょっとずらして出したり金当てをするというところですね。ポイントは、春巡流りや流り、このりが、そのずれたりするんですね。この三振の音で分かりますかね。この流り、この、このコーの音でそのリを出したら言いたくなるんですけども、流り、ちょっと遅れて、歌を出す。これ結構難しいんですよね。で、やりながら、その、まあ、私これ教えてるんですけどね、この生徒さんとかにも。ここでいつも流りってこの、やっちゃしまいます。そこはね、こう遅れて出すのすごい難しいです。なかなかその高度な技なんですけど、まあ歌いやすさのコツとしては、小さな母音の、がの母音のあの音をちょっと入れてあげるイメージで練習してください。ながりやっていう感じで練習していって、また慣れてきたらこのあを外していくというイメージですね。ちゅんじゅんながりや、こんな感じで、もう遅らせて歌うところが非常に多いですけども、そういった感じで、その前の音の母音をちょっとだけその三振に当てて発音する。で、そうしたら慣れてきたらその発音を、まあ実際発音してはいけないので外していくという感じで練習したら、きっとうまくね、遅らせて出して歌えると思います。そういったね、ポイントの多い歌となってますんで、その辺注意して、春巡流りやってみてください。さあ、今週は春巡流り、エイサーの定番曲を深掘りしてみました。義母先生でした。チャオ！チャオ！